はい、こんにちは。新しいバットが届きました。これまだ本人来てるの知らないんで、グローブの時と同様に恒例のドッキリで、まあ、今回もバットケースの中に潜ませてきます。グローブの時は面白かった、面白かったね。2ピースですね。しなりやすいということですね。利点としては意識して課題としてやってることに最大のパフォーマンスを出せるバットなんじゃないかということで、選んで買いました。メーカーもね、イマリ1本目買ったやつと同じやつですね。大きいですね。手がちょっと伸びたのでだいぶ力もついてきたんで、このグリップね謎に短いと思いませんか。何十回交換したか分かんないぐらいすぐにボロボロにしてしまうので、あれこれなんかもったいないなってことで節約して使ってます。一回コーチにこだわりがあるんですかっていうふうに聞かれたんですけども、節約してるだけです。ここは短い。それでは恒例ですね、入れ替えていきます。いいなこれ。それじゃあ、どんなリアクションするか分かりませんか。お楽しみください。超かっこいいじゃん。かっこよ。このバットで、はい、早速打っていきます。どうする、ボコッとかなったらパーンとかなったらどうする。面白い。普通の答えだ。いいっすよ、いつでも。ちょっと芯で当ててくださいよ。ツーピース初めてだね。ツーピース初めてね、うん、どんな感じかな。いっそいつでも初打ち。すげー、どう、なんかすげー柔らかい感じ。ほう、すげーしなる感じで感じる。なんかいい感じ、自分に合ってる気がする。へえ、マジで。重さもちょうどいいし、うん、それもね、前のやつより3センチだけ長い。うん、いいね。柔らかいんだ。なんか柔らかい感じ。へえ、めっちゃかっこいい。似合ってんの。へえ、すげえ、よかった。自分に合ってる。うん、へえ、似合うね。うん、気に入ったこれ。じゃあ頑張ってください。はい、よかったです。はい、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。バイバイ。